今回ご紹介するのは、日本酒の流通経路管理に二次元コードと RFID を組み合わせて活用した黒龍酒造様の取り組みを見てまいりましょう。私ども黒龍酒造は、江戸の文化元年、西暦に直しますと1804年に創業いたしました。日本酒の製造と販売を行っております。味わうという一瞬に知恵を絞るという言葉を常日頃から言っております。醸造技術が発達いたしまして、いい酒を作るってことは大前提で、さらにその先の味わうという一瞬、そういうところまで思いを及ぼしていくということが大切ということを言っております。酒文化全体をですね、お客様に伝えていくということを大切に今はやっております。お酒はですね、非常にこう温度にデリケートな飲み物でございまして、お酒を作っている段階からそうですし、瓶に詰めてからも同じことが言えます。お客様のお手元にですね、最適な状態で届けるような、温度管理を行っております。福井を代表とする黒龍酒造様、こだわり抜いた日本酒ですが、消費者にお届けする過程で課題があったようです。特約店様のところに商品が行きまして、そこから一般のお客様に届いていくわけなんですけれども、特約店様以外の、店頭で、私どもの商品がたくさん並んでいるということでございます。特約店さんまではしっかりとした管理のもとで届いていったものが、私どもが想定していない特約店様以外のところで商品が並んでおりますと、お客様の味わう一瞬をしっかりと保証できないということがございまして、非常に心配しております。黒龍酒造様では、出荷までこだわってきた品質をお客様まで確実に届けられるよう、個品単位の二次元コードと出荷ケースの RFID タグで流通経路のトレースシステムを導入されました。本システムは高桑美術印刷様と佐藤共同でご提案したシステムで、昨年11月より運用が開始されています。お酒一本一本の小瓶の王冠部分、キャップですけれども、キャップの天面に二次元コードをレーザーマーキングいたします。で、続きまして、出荷単位に梱包する際にですね、小瓶の ID とケースに貼り付けました RFID を紐付けまして、それ以降は RFID で出荷管理を行っていきます。出荷先でございます契約代理店様にも読み取りの協力をしていただいて、出荷時にですね、 RFID で管理をしていくと。そして私どもの特約店じゃないお店で私どものお酒が見つかったという時には、その現場でその二次元コードを読み込んで、出荷データと照合することによって本来の流通経路を確認して、改善対応につなげていくと、そういったシステムでございます。水物というものは全部読み取るということが難しくてですね、その中でこう RFID タグの紙質をどうすると、よく読み取れるのかですね、そういったことを、佐藤さんともいろいろと、高桑さんともいろいろとこう検討しながら、今対応に当たっているところでございます。実際に、非正規の、販売先でですね、読み取り作業を行いまして、流通経路の照合を行いました。で、もう一つ、商品の裏ラベルやケースにもトレーサビリティを実施している旨をですね、記載しておりましてですね、一般のお客様に安心を感じていただけるようにしております。これからの展望をお聞かせください。今回 RFID を活用しましたトレーサビリティに取り組んで感じましたのは、人の力の限界を超えていくデジタル技術の可能性でございました。歴史ある日本酒製造と今回のような自動認識、それらを組み合わせることによって、それが日本酒産業の DX につながればと思います。
まさに日本が世界に誇る日本酒を最高の状態で消費者に届けたいという強い意志、思いが伝わってまいります。伝統的なものづくりに最新の自動認識技術を組み合わせた取り組みをご紹介しました。黒龍酒造藪下様、ありがとうございました。